寒いな。寒さしのぐ小屋とかねえのか。氷の上ですから小屋はちょっとないんじゃ。うんうん、はい、わさび、せめて火がありゃね。おお、そうだ、リタッチ、魔術で火出してよ。私は焚き火か。そもそもおさんごときに使うなんてエアルが無駄。いいじゃねえの、さっきからバンバン使ってるんだからさ。それは魔物を倒すためでしょ。それにどこに燃えるもんがあんのよ。あんた結構締まった体してるわね。ね、そう。まあギルドも騎士団も肉体労働だからかね。脂肪の少ない体って燃えにくそうよ。そりゃ残念だ。おい、何の話だ。どっからでもかかってきな。よっと。相手が悪かったな。
寒い。それにしても寒い。で、エアルクレーネでどうしようってんだ？エネルギー体で構成されたエアル変換器を作るの。変換器？エアルを効率よく物質化することで総量を減らすのが狙いなんだけど、そのためには変換器自体がエアルと物質の両方に近いエネルギーなのが理想なの。そのエネルギーってエアルとどう違うのじゃ？属性分化したエアルは段階的に物質に移行して安定する。その途中の段階で固定して、それで変換器術式を構築しようってわけ。エアルでも物質でもないってこと？エアルより物質に近い、でも物質にはなってない状態。私らはマナって呼んでる。マナ。寒い海のいさり火よりも荘厳な雰囲気が短い言葉の中から今にも溢れてくるのを感じるのじゃ。いや、まあ本当はもっと長ったらしい名前なんだけど。ただ安定してるって言っても物質よりは不安定だから核になるものが必要なの。そこでアパティアか。それと十分なエアルとそれの術式を組み替えるエステルの力。私が抑制術式なしで力を使うとエアルが乱れ溢れ出してしまうけど。けど何もしないであいつをほっとくなんてできない。それにこういう賭けは嫌いじゃない。私は立場上止めるべきなんだけど、私も乗ってみたくなったわ、この賭けに。うちはその賭けに10億ガルド乗るのじゃ。大丈夫よ、理論に間違いはないんだから。その10億何百倍にもして返してやるわ。おお、本当なのか。ええ、さあエアルクレーネに行こう。エアル変換器ね、よくまあ思いつくもんだ。さすが天才魔導少女リタッチだ。手がかりがあったからよ。そういやザウデを調べたって言ってたよな。あれ、あんだけの規模なのにエアルでは動いてなかった。世界全体を守るためのシルトブラスティアなのにね。シルトブラスティア？そっか、星網から守ってたんだ。千年もの長い間ってことか。哲学するイソギンチャクのように粘り強いのじゃ。それに千年も張り付いてる星網も粘り強いけどね。アレクセイはザウデを兵器だと思ってたみたいだけど、とんでもない間違いだったわけね。けど星ハミはエアルの暴走が原因だよな。なるほど、だからエアル以外の力の結界なのか。でもだとしたら何の力なんです？満月の子かしら。正確には彼らから分離した力ね。あの巨大コアの中で
半永久術式としてザウデを動かし続けた。多分彼らの命と引き換えに。満月の子らは命燃え発。ミョルゾの言い伝えはそういう意味だったのね。デュークの話じゃ自発的にやったらしいぜ、世界を救うために。つまり結界を作ったのは満月の子の世界に対する愛の力なのじゃな。愛の力ね、泣けるじゃないの。世界のために犠牲になってずっと守っててくれたんですね。乗ってきたぜ。よっと。よっと。いい感じになってきたでしょ。意外とマメにやるのな。三日坊主なのかと思ったら。そう大方やめるにやめられなくなったのね、あんたらに見せちゃったから。そんなんじゃないって。おお、そう、半分まで来たんなら最後まで書きなさいよ。当然。ま、頑張れよ。飽きたら私がカロルの後を立派に引き継ぎますから。エステル、そういうの好きだな。エステルに渡さないように頑張って続ける。
周りの地形少しずつ変わってない？流氷のせいだろ。氷が流れてって周りの風景もそれに合わせて少しずつだけど変わってってるんだ。さっさと抜けないと道の形が変わって氷の上に孤立ってことになりかねないってわけ。ありえるんじゃない？そのまま氷に乗って海の上漂流するってのも手よ。おっさん一人でやってろ。冗談じゃないのよ。ちょっとくらい付き合ってよ。あいにく俺は心が狭くてね。いいわよもう。心の狭い人と氷の上で二人きりになるのは勘弁だわよ。さっさと行こう。はいはい。またあの魔物出てきたりしないよね？出てきたらカロルがまた退治してくれんでしょ？うん、意地悪。さあ準備できたわ。エステル、こっち来て。今から抑制術式を解除するわ。そしたらエステルに反応してエアルが放出される。エステルはエアルの術式をよりマナに近い安定した術式に再構成してほしいの。よくわかりません。そうね。ここは水の属性が強いから流れる水をイメージしてエアルの流れに身を任せればいいわ。エアル物質化の理論は魔術と同じようなものだから、エステルがエアルをマナに近い形に再構成してくれれば私でもキュアノシエルにエアルを導けるようになるはず。僕たちに何かできることない？ないわ。寝てて。こんなところで寝たら凍死するっつーの。飯炊きでも魚釣りでも何でもお役に立つのじゃ。さあうちらに言いつけるのじゃ。何でもって言ってもあるでしょ。ザウデで見つけた変換技術を使えばいいのよ。あれは命をエアルの代用にするものでしょ。そんなの使えるわけないじゃない。でも失敗したら激流となったエアルに飲み込まれて私たちは全滅。そうでしょ。命がけなのはみんな同じってことだ。手伝わせろよ。あ、わかった。私がキュアノシエルにエアルを導くのにあんたらの生命力を使う。そうすればエステルは私にエアルを干渉されないで流れを掌握できると思うから。よし、じゃあみんな一丁気合い入れようぜ。はい。いい？エステル、行くわよ。みんなはこっち来て。お願いします。私の術式に同調して。そう、いいわよ。
キュアノシエルにエアルが集まっている。術式はうまく働いてる。力場も安定してる。いける。その声、ベリウス。ユデスか。ベリウス、そう、わらわは。いや、違う。かつてベリウスであった。しかし、もはや違う。どういうことだ。まさか、アパティアに宿っていたベリウスの意志が。すごい。すべての水がわらわに従うのがわかる。わらわは水を滑るもの。なんかわからんけど、これ成功なの？成功っていうか、それ以上の結果。まさか意志を宿すなんて。驚け！自然の神秘は常に人の想像をはるかに超越するものなのじゃ。そうね。どうやらそれは認めざるを得ないみたい。人間よ、わらわは何であろう。もはやエンテレケイヤでもなければベリウスでもないわらわは、そなたらがわらわを生み出した。どうか名を与えてほしい。物質の精髄を司る存在、精霊なんてどうだ。して我が名はザブザブ水イラクイ。古代の言葉で水を滑るもの、ウンディーネなんてどうです。ウンディーネでは、我らは今より精霊ウンディーネ。おお、力がみなぎず。そなたらが我らのために多くのエアルを集めてくれたからじゃ。頑張ったもんね。礼じゃ。そなたらにこれを授けよう。ウンディーネ、俺たちは世界の AR を抑えたい。力を貸してほしい。承知しよう。だがわらわだけでは足りぬ。わらわが司るは水のみじゃ。他の属性を滑る者も揃わねば十分とはいえ。物質の基本元素、治水化風、最低でもあと3体か。それってやっぱりエンテレケイヤを何とかするしかないってこと。素直に精霊になってくれるといいんじゃがな。もう存在しているエンテレケイヤも数少ないわ。フェロー、グッシオス、あとバウルだね。バウルはダメ。まだアパティアを生成するほどのエアルを処理していないわ。それに
私が認められそうにない。ウンディーネ、心当たりはないのか。輝ける森エレアルフィン、世界のネタルレレウェーゼ、場所はそなたの友バウルが知っておろう。消えちゃった。いえ、います。感じます。エアルクレーネも落ち着いたよう。エステルの力を抑制してないのに。これってウンディーネがエステルの力を制御してくれてる。じゃあエステルは本当に自由になったの？エステル、よかったな。なんだか不思議な成り行きになってきたね。確かに想像もしてなかったことばかりだけど、光が見えてきたじゃねえか。わずかな光じゃ。でも深海から見える太陽くらいに嬉しい光なのじゃ。お、なんだリタ、嬉しそうだな。ユーリもね。エステルを縛るものが何もなくなったのよ。もう力を使っても命を削ることもない。エアルを乱すこともない。嬉しいに決まってるでしょ。エステルは本当に自由になったんだね。ああ、けどおかげでまた無茶するだろうから、しっかり見ておかないとね。ぶっ倒れるまで人を治し続けちゃうかも。ウンディーネ、本当にいるの？はい、うまく言えませんけど一緒にいます。感じます。エステルの体の中に入っとるのかもしれんの。エステルを通じて誕生したことで何かつながりが生じたのかも。興味深い。研究はまたにしてくれよ。わかってるわよ、そんな。何今の。あの方角は確か。ザウデの方角ね。まさかザウデが停止した？
どっか下手なところいじりでもしたのかね。あれが本当の最悪。なるほど、世界を食いかねねえな。あんなのどうしたらいいんだろう。ちょいと包丁で三枚におろすには大きすぎるようじゃの。なあリタ、あの星はみってのはエアルから生まれたってデュークが言ってたんだが。え？精霊はエアルを物質に変えるってんなら、もし十分な精霊がいたら星はみもどうにかできないか。わからない、そんなのわからない。でもやってみる価値はあると思う。やりましょう、ユーリ。決まりだな。バウル、そう、わかったわ。ありがとう。星はみの眷属が町を襲っているらしいわ。場所はノードポリカ。やれやれ、聞いちまったらほっとくわけにいかねえな。急ぐぞ。どうしてこんな形でしか終わらせられなかったんでしょうか。俺たちの取った方法は正しかったのか。今さら蒸し返しても仕方がない。でも考える必要はあるわ。同じことを繰り返さないために。真っ当な人間が生きにくい世の中になってる、そんなところじゃないか。だからって俺のしたことが許されるとは思わないか。正しいだけじゃ世の中は立っていけない。残念だけどそれは現実よ。でも正義のために剣を振るった人が悪になるのは仕方がないわけじゃないよね。正しい人を守るために戦ったんだから。だがそれを認めたら無法地帯になっちまう。正しい人が正しく生きられる世の中にしたいです。誰かを悪者に仕立てなければ正義を守れない世界なんて悲しいです。話し合いで解決できたらいいね。まずはそれだろうね。だからあんた一人で何でも背負い込むんじゃないわよ。黒いの、前にコゴール砂漠で見たやつか。前のはフェローの幻だったけど、今度のは本物よ。気をつけて。結界のエールを食べようとしてるみたいです。星網はエールに引き寄せられる。こいつはなかなかヤバそうね。ヤバくてもやるしかない。一本釣りにしてくれるのじゃ。よし、行くぞ。よっと。
その微笑みを我らに。していきますか。腹くくれよ。飛ばしていきますか。腹くくれよ。効かねえなった。エンジンローハおしまいにしようぜ。鮮烈なる刃、自然の槍を鋭く切り裂き、新しいものを虹に砕く。残光ローエンジン。あんたたちに助けられたな。この町だけ襲われるなんて本当運が悪いよね。運じゃないわ。リタ、どこに行ってたんです？ここのシルトブラスティア見てきたの。出力が上げられてたわ。だからあの化け物が引き寄せられたみたいね。通常の出力に戻させてもらったわよ。万が一に備えたんだが裏目になってしまったんだな。自分は住民の様子を見に行く。あんたたちは好きなだけゆっくりしてってくれ。ありがたいが俺たちも急いでてね。もう行くわ。そうか、
あんたたちならいつでも歓迎する。また寄ってくれ。サンキュー。もうどっかのバカのせいで星はみが。ザウデで何があったんでしょう。技術を独り占めしようとしやがった奴らが下手にいじって壊しちまった。そんなとこかね。アレクセイのせいでザウデの機能は不完全になってたのに。欲は身を滅ぼすのじゃ。自業自得で済む程度ならよかったんじゃがの。本当にいつまで経ってもくだらねえ。最悪の事態にならないとちゃんと考えることもしねえんだからな。でも今にも星ごと飲み込みそうなあれを見せられたら、どんなバカでもバカではいられないんじゃないかしら。そうだよね。そう信じたいよ。